こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は詐欺事件で逮捕されたバビロンマツコこと松永かなえを紹介するぜ。どんな人なの？キラキラセレブ女子として有名になり、ツイッターで話題となったんだ。しかし、偽ブランド品を売買したとして逮捕され、その姿を消したぜ。その姿も偽りだったのかしら？この動画ではバビロンマツコこと松永かなえの逮捕後に明らかになった。生い立ちや経歴、名言ツイートや詐欺事件での逮捕とその後の様子を説明するから、最後まで見ていってほしいんだぜ。それではゆっくりしていってね。バビロンマツコこと松永かなえは長崎県松浦市出身で岡山大学の法学部を卒業している。ハイパーエリートニートを自称しており、ツイッターでブランド品や高級料理、リゾート地でのバカンスなど豪華なセレブな生活を見せびらかす、キラキラ女子アカウントとして有名になったんだ。詐欺事件を起こしたのに法学部出身なんだ。自身の足や胸などセクシーな写真も出し惜しまず公開し、モテる女目線でフォロワーの恋愛相談に乗るなど、いい女アピールに余念がなかったバビロンマツコ。そんなキラキラツイートを量産し、数万人のフォロワーを獲得していたぜ。SNS っていろんな使い方があるけど、こういう人もいるのね。そんなバビロンマツコが、偽ブランドをネットオークションに出品する、詐欺事件で逮捕されたことが報じられ、世間を騒がせることに。ツイッターでセレブ美女を気取っていたが、事件により明るみになった生い立ちや経歴、キラキラで塗り固められた真実がひどいと話題になったぜ。やっぱり嘘だったんだ。けどネット上だし、理想の姿を演じていても別にいいよね。バレたら恥ずかしいけど、そんなバビロンマツコこと松永かなえのツイッターでの名言をまずは解説していくぜ。では最初に、バビロンマツコがツイッターで公開した、格言のような名言からだ。セレブな生活を送るキラキラ女子、男からモテるいい女、真の通った自立した女性などを演じ分け、庶民へのマウンティングを取る名言集を紹介するぜ。秋冬物のお買い物は、アイテム一つに余裕で OL1 ヶ月分のお給料が飛んでいく。早速今月だけで株式会社バビロンは何人の OL を雇ったかしれない。OL さんに対してマウント取っているね。嘘だって分かってみると結構違和感あるよな。セレブが OL さんにマウント取るのも、OL さんの1ヶ月の給料を知っているのも不思議よね。まだまだあるからどんどん行くぞ。正直な話、年収が1500万超えたあたりから、自分より年収が低いであろう異性は自然と身近にいなくなる。いてもコンビニの店員さんとか宅急便の配達員さんくらい。だから異性に求める年収の話とかよりも年収ありきで他のスペックよりの話になるし、割り勘問題とかそもそも問題に上がらないよね。ん？これはどうなんだろうね。同じような人が集まると言いたいんだろうけど、結局本人が年収ありきで見ているし。お金持ちでも普通の友人がいる人もいるだろうし、皆が同じだとは思いたくないよ。誕生日プレゼントはとうとうバッグやアクセサリーの域を超え、今年はなんと会社と車とドメインをもらいました。車はわかるけど会社とドメイン？あんまり羨ましいとは思えないわ。規模の大きさを出したかったんだろうけど、想像つかないもんな。それよりもどんな会社かもわからないし、めんどくさそう。確かにそれはある。明日会社に行きたくないという人におすすめしたいのはハイヤー通勤。快適な車内でジャズやクラシックを流してもらいながら、ひたすら前に進む車内にいると自然にポジティブになれます。これはまあ、いいんじゃない？こういう方法もありますよってことで。でもどことなくバカにした雰囲気は出ているぜ。妹の誕生日プレゼントにフェンディの新作と、こういうのは25歳くらいまでには男の人に買ってもらうものよ。という言葉を添えて、人に買ってもらうのが当然っていうのが理解できないわ。これもモテモテ女子アピールの一部なんだろう。人生とは？沼での暇つぶし？ノーノー。後の罪滅ぼしです。ちょっとよくわからないわ。人生は、沼での暇つぶし。というのは漫画家の三浦淳さんの名言なんだ。その説明があったとしてもよくわからないよ。私の中で唯一女の勝ち組と呼べるのはダニヨウコと松井和代くらい。彼女らは女一人でも生きていける社会的地位があるにもかかわらず、自らの意志で理想の男と寄り添い子を設け、あり余る富を築いている。何でも欲しい。と思ったら手にせずにはいられない。私のような業の深い女の究極形である。二人を褒めているように見えてけなしてない？業の深い女って言ってるもんな。少なくとも私はそのような引力のある女性でありたいと思います。なので美味しいものしか食べないし、汚れのあるものは身の回りに置かず好きなものしかまとわない。おのずと意思を持って取捨選択をすれば、自分の望まないものが入る余地がなくなるから結果好きなものしか寄ってこない。そういう生き方には憧れるわね。質問にも答えているぞ。フォロワー女性でお金を稼ぐ人の条件って何だと思いますか？バビロンマツコとにかく柔らかいことに尽きると思います。頭、物腰、そしておっぱい。これは受けを狙ったのかしら？笑えないけど、このように数々の名言を残してきたバビロンマツコ。現在はバビロンマツコのツイートは削除されているため、
すべてを見ることはできないが、ネット上には今も名言ツイートの魚拓が至るところにあるぜ。それほどバビロンマツコのツイートは、人の関心を集めるツイートで有名だったんだ。どうしてかしら？あまり見ていて気持ちいいものではないと思うんだけど。詐欺で逮捕され散々叩かれたバビロンマツコのツイートだが、嘘が混じっていたとしても好きだったという人もいるんだ。というのも、バビロンマツコのツイッターは同性だけでなく、珍しい人種の観察、つまりオチとして、見ているフォロワーが多かったんだぜ。ああ、本人は周囲をバカにしていたけど、周囲にはその姿をバカにされていたのね。生まれながらの本物のセレブは、あからさまにそれをアピールすることがほとんどないからな。キラキラツイートを駆使して行われる自己アピールは、実は貧乏だったりモテなかったり、コンプレックスが引き金となって自己顕示欲を爆発させていることがままある。じゃあ本当のセレブだと思って見ていたわけじゃないんだ。下世話な話だが、バビロンマツコのキラキラ名言ツイートから透けて見える。コンプレックスを観察して楽しむというフォロワーが多かったのではないだろうか。そういう楽しみ方をされていたのか。それなら納得かも。キラキラツイートで関心を集めたバビロンマツコ。豪華な生活を送る様子に、彼女の生い立ちや経歴が気になる方も多かったようだ。嘘だって分かっていて見ていた人もいたようだし、真実を知りたいという意見があるのも当然よね。ツイッターでは高級品に囲まれるセレブで、男にモテて派手でキラキラした生活を送っているイメージが強いバビロンマツコ。だが、実際は田舎に生まれて子供の頃は、真面目でおとなしかったという正反対の証言が地元の同級生から語られているぜ。だからこそネット上ではセレブを気取っていたのかも。次は、真面目な優等生がキラキラ女子に変貌するまでの生い立ち、経歴を紹介していくぜ。バビロンマツコこと、本名、松永かなえは、長崎県北部の農家に4人兄弟の長女として生まれた。田舎ですくすくと育った彼女は、中学生になると勉強のよくできる優等生に成長したぜ。法学部出身だったし、頭は良かったのかな。同級生によると天才肌ではなく努力型の秀才で、テストではいつも学年5位以内に入るような真面目な生徒だったようだ。学年5位以内なんてすごいじゃない。高校は佐世保市内にある県立の進学校に入学。特進クラスにはおとなしい生徒が揃っていたため、その中では松永かなえは騒がしい方だったものの、同級生の印象にもそこまで残らない。勉学に励む地味な優等生生活を送っていたようだ。高校も進学校なんだ。男子テニス部のマネージャーを務めていたものの、部活のマドンナという雰囲気もなく、恋愛とは縁のない学生生活だったと同級生が振り返っている。ツイッターとの様子とは全然違うわね。バビロンマツコを名乗るようになってからは百戦錬磨の、モテモテ女子を気取っていた彼女だが、同級生によるとモテるという話は、全く聞いたことがないそうだ。可愛いと噂されたこともなく、友達は多いものの、モテキャラではなかったと語っているぜ。だからこそモテキャラを気取っていたのかしら。特進クラスに進学するくらいなので真面目な優等生ではあったが、その反面、目立ちたがり屋な部分もあったと言われている。会話の中で時折お嬢様口調の喋り方になったり、学校にバイオリンを持ってきたりと、不思議な行動を取ることがあったようだ。なるほど。そういう部分が後のキラキラ女子に繋がったのかな。この時はお嬢様を演じていたんだろうね。当時はふざけているのだろうと同級生は思っていたことが、バビロンマツコが有名になったことで、彼女は理想の自分を演出していたのかもしれないと思ったそうだ。真面目な学生時代かと思ったら、この頃から前兆はあったんだ。そんな学生時代を過ごした松永かなえは、岡山大学法学部を卒業後、地元の大企業に就職した。しかしほどなく上京し、大手 IT 企業 DMM へ転職。美人広報としてメディアに登場したこともあったが、詐欺事件を起こす数ヶ月前に退職し、逮捕時は無職だったようだ。ニートは本当だったんだ。それでどうやってセレブを演じていたんだろう。大手企業 DMM の広報として働く一方、夜の娼婦として体を売ってお金を稼いでいたという噂も浮上しているぜ。そこまでしてセレブを演じたかったのかしら。じゃあ次は大手企業の社員がなぜ詐欺事件を起こしたのか、娼婦の噂は本当なのかを詳しく解説するぜ。バビロンマツコとしてツイッターで数万人のフォロワーを集めていた。松永かなえが、2015年10月28日、詐欺と商標法違反の疑いで京都府警に逮捕された。容疑は高級ブランドカルティエの偽物のブレスレットを正規品と偽り、ネットオークションに出品して京都市内の43歳の女性に約65万円で販売したというものだ。偽物とわかるようなおかしな点があったのかしら？落札したブレスレットを受け取った女性が箱が粗雑で、ブレスレットも軽いと不審に思ったことで警察に相談し、事件が発覚したぜ。知らない人ならわからないんだろうけどね。わざわざ偽物を作っていたの？
松永かなえは容疑を認め、ネットオークションで偽物のブレスレットを5万円ほどで購入し、正規品と偽って出品、これまでに同様の手口で400万円ほどを売り上げたと供述しているな。偽物も購入したもの？そっちも問題ね。被害総額は1000万円以上とみて警察が捜査を進めたが、処分保留の在宅扱いで2015年11月18日に釈放されたぜ。他にも被害者がいるかもしれないのに詳しく調べられなかったんだ。でもどこからツイッターの件がバレたの？この逮捕により、報道機関が容疑者の女はツイッター上でバビロンマツコと名乗り、高級ブランド品を買い漁って高級料理店で食事する、豪華な生活をひけらかしていたと報じたんだ。また、庶民を見下したような、セレブツイートの投稿を繰り返していたとも報道されたぜ。うわぁ、そんなことも報道されちゃったのね。事件が明るみになったことで、バビロンマツコの偽装セレブ生活、自慢だらけのキラキラツイートに批判が集まり炎上することに、松永かなえに関する知人の証言などが集まり、生い立ちや経歴、学生時代の話なども暴露されてしまったな。本人はツイッター上で理想の自分を演じて楽しんでいただけかもしれないのに、そこまで晒されちゃったのはちょっとかわいそうかも。でもツイッターでバカにしたような発言をしていたのも炎上の一因だと思うぜ。確かにそれを考えると炎上も仕方ないね。上京後に入社した DMM では広報を務めていたこともあり、松永かなえが格安 SIM の DMM モバイルを PR する記事や画像がネット上で拡散された。同姓同名だったとかじゃないの？逮捕後に DMM.com のウェブページから松永かなえが、映り込んだ画像が削除されたことで、本人であることがほぼ確定したんだ。別人だったら違うと言えばいいだけだし、削除されたことで本人の可能性が極めて高いってことか。さらに2015年11月10日に発売された週刊誌フラッシュの記事により、娼婦としてお金を稼いでいたことがスクープされた。事件の3年ほど前から、都内の会員制デートクラブ愛人バンクで働き、会員の男性とデートやせ、素をして金銭を受け取る娼婦だったことを報じているぜ。ネット上で偽るだけじゃなく、その姿を本当にしようとしていたのかな。DMM の広報として働く傍ら、愛人家業で豪華な生活を送る、金銭を稼いでいたのだと思われる。しかし、取材に応じた、松永かなえの知人によると彼女はリッチなスポンサーがいると言っていたが、それも嘘だと思いますと暴露しているな。もう何が本当でどれが嘘かわからなくなってきたわ。バビロンマツコは高級住宅街の東京、白金に住んでいることをアピールしていた。しかし、実際は三田にある家賃16万円ほどのマンションの 1LDK に住んでおり、ツイッターで自慢しているようなセレブ生活とはほど遠かったと証言している。家賃16万円でも十分高いと思うんだけど、セレブって恐ろしいわ。愛人バンクで知り合った男性から食事をおごってもらうことはあっても、主な収入は OL の給料に加えて、偽ブランド品を売ったお金ぐらいだったと推測している。男性からの援助でリッチな生活をしていたわけではないんだ。キラキラ女子の生活をアピールして理想の自分を作り上げ、自己顕示欲のために嘘のツイートを繰り返していたと見る人もいるぜ。それが一番説明つくもの。中でも著者自分のツイート嘘を真実だと思い込む人で知られる、精神科医の方田真美氏は、彼女は空想虚言症の典型ですと語っている。空想虚言症？虚言癖を持つ人は、虚栄心やうぬぼれから嘘をつくとされている。それが病的なものになると、自分でも嘘か本当かがわからなくなってしまい、妄想での自分像と同一視したり、現実との認識に支障が出る傾向もあるようだ。現実と空想の区別がつかなくなるって恐ろしいわね。バビロンマツコについては、現実生活で満たされない自己愛と承認欲求を、満たすために空想し、そのうち現実と空想の区別がつかなくなり、自分をセレブ生活を送るキラキラ女子だと思い込んだと分析しているぜ。演じていただけかと思ったけど、それが事実だと思い込んでいる可能性もあったのね。自分で自分の嘘を信じてしまう空想虚言症は、自分に注目を集めたいという心理から来ているものとされている。まさに、彼女にぴったりではないだろうか。学生の頃の証言を見ると、そんな感じだよね。嘘を指摘しないとこうなってしまうのかも。詐欺事件で逮捕されたことで、生い立ちや経歴のみならず、偽装セレブ生活やモテない学生時代まで明るみになってしまった。バビロンマツコこと松永かなえ。悲しい女の末路と言えるかもしれないぜ。偽ったセレブの姿を現実だと信じてしまったのが本当なら、その通りね。逮捕された2015年10月以降、バビロンマツコはツイッターの更新を停止している。そりゃ続けられないでしょ。しかしその後、釈放されてしばらく経った頃から、アカウント名を変えてひっそり復活していたようだ。釈放後すぐはアカウント名をバビロンマツコとして、家風に加工した写真をアイコンにしていたぜ。大
逮捕とともにセレブ女子だったバビロンマツコは亡くなったってことかな。その後、仏像のアイコン、仏教絵画のヘッダー画像、そしてアカウント名をお釈迦様として、一見全く別のアカウントに変更したんだ。お釈迦様でキラキラ女子しているの。現在お釈迦様は過去のツイートを削除しており、アカウントは稼働していない状態だ。以前のようなキラキラツイートは皆無、現在の様子を知ることもできないな。ツイッターでの活動はしてないのね。逮捕後に、あれだけ暴露されていたけど、その後の様子は不明なの？ニュースの取材に応じた高校の同級生も近況は全くわかりませんというのみで、バビロンマツコの現在は謎に包まれているぜ。情報がどこで漏れるかもわからないものね。暴露された人とわざわざ繋がろうと思わないだろうし、もともと架空の人物を演じていたようなものなので、もうバビロンマツコとして表舞台に現れることはないのかもしれないな。詐欺事件も起こしたわけだし、再び現れても以前のようにとはならないだろうね。セレブなキラキラ女子を演じてツイッターで有名になり、詐欺事件を起こして逮捕されたバビロンマツコこと松永かなえ。他人を見下す発言が多かったが、本人のコンプレックスによるものだとしたら悲しいよな。ネット上でチヤホヤされることで鬱憤を晴らしていたくらいならよかったけど、現実との区別がつかなくなったなんて恐ろしいよ。思い込みが現実に影響を与えることは実験でも証明されているからな。ネットが身近になって今後も発展するだろうと考えると、現実と仮想の区別がつかなくなるというのは今のうちに考えなければならない課題かもしれない。他人事ではないということね。その後、目立った活動をしていないのを見ると、あまりひどい思い込みではなかったのかな。現在の様子は不明だが、もしかしたら名前を変えて今もどこかでキラキラ女子として、理想の自分を演じているかもしれないぜ。演じるだけならいいけど、二度と事件は起こさないようにしてもらいたいね。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。